さかにゃおです。今日はスピリチュアル、ヒーリング、自己啓発、それから成功法則などね、いろんなノウハウ、テクニック、方法論があると思います。その中で以前流行ったホオポノポノというねものについて解説していきたいと思っています。僕がハマったのが2008年ぐらいですかね。この本です。ハワイの秘宝、ホオポノポノというね本が流行ってですね、いやー僕もねハマってたんですよね。今でもね熱心に実践している方多いんじゃないかなと思います。まずこのネーミングがいいですよね。ハワイの秘宝ですよ。僕は生まれつき胃腸が弱くてですね、43年間ずっと何を食べてもダダ漏れ、何を飲んでもダダ漏れで、ずっとね爆弾を抱えている状態だったんですね。しかもお金にも昔からずっと困っていたので、飛行機に乗ってね海外へ行ったことはなかったんですね。ですからこのハワイっていうだけでキュンとするわけですよ。そして秘宝ですよ、秘密の宝、もうこれでキュンキュンってなるわけですよね。そしてこのホオポノポノっていうネーミング、濁点がね全くついていなくて、なんか軽やかな音じゃないですか。もうこれでねキュンキュンキュンとなっちゃうわけですよ。ハマりましたねこのホオポノポノ。僕はこのスピリチュアルとかねヒーリングとかそういうの僕は好きなんですけれども、その中でも本当にね愛用していた本の一つがこれだったんです。それくらいね大好きなんですね、このハワイの秘宝ホオポノポノ。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してます、この4つの言葉をつぶやくだけでクリアリング浄化できる、そういう本なんですよね。それからブルーボトルを使って浄化した水を飲みましょうとか、ハイヤーセルフからのねメッセージを受け取りましょうとか、まあ、ざっくり言うとそういうノウハウです。果たしてこれでね本当に問題が解決するのかと、人生が好転するのか。ネットにはね、ホオポノポノ素晴らしいと、これで人生良くなりましたっていう記事もあれば、こんなインチキだと全然良くならないという記事もあります。どっちなんだと。そこでこの動画ではホオポノポノを通じて、ハイヤーセルフとは一体何なのか、ハイヤーセルフからのメッセージをどうやってね受け取ったらいいのか、あるいはどうしてハイヤーセルフからのメッセージが受け取れないのか、ホオポノポノはインチキなのかどうなんだと、そのあたりを解説していきたいと思っています。ちなみに今日はですね、群馬の赤城にある大沼というところに来ています。大沼がまたね涼しくて気持ちがいいんですよ。向こう側がね湖になってます。本当はねお見せしたいんですよね。今ねボートがね通ってますね。別に僕に手を振ってるわけじゃないでしょうけどね、一応手を振っときます。本当は向こうね向けて撮りたいんですけど、夏休みっていうこともあって家族連れが多いんですよ。でお子さん連れがいてね、プライバシーの問題もあるので、今日はねこっち向けて撮ってますけどね。ちょっとだけじゃあ向こう見せましょうか。こんな感じですね。見えますか。ちょっとね立ち上がってみますと、こんな感じになってます。鳥のねさえずりも聞こえていますけど、音取れてるかな。でこっち側が、まあ、駐車場で車がね通るんで、時々バイクの音とかね車の音がしていますけどね。こんな感じでですね、今ちょっと映ってなかったんですけど、子供たちがね湖に入って魚を取ったりとか、ワンコも一緒にね水の中で遊んだりしてます。僕は脳の使い方を土台から変えて、思考を整えることによってお金、健康、人間関係、そういうものを改善して人生にブレイクスルーを起こす、そういう情報を配信しています。興味があったらねチャンネル登録してみてください。まず結論です。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してます。この4つを唱えるだけで問題が解決して人生が良くなるっていうことは僕はなかったですね。でブルーボトルで浄化した水をね飲んでも何も変化なかったと。あくまでもこれ僕はですけどね。特にその中で一番僕が引っかかったのはこのハイヤーセルフっていうものです。ハイヤーセルフ、スピリチュアル系にはねほとんど出てきます、このハイヤーセルフ。じゃあこのハイヤーセルフって一体何なのかって話ですよね。どうやったらハイヤーセルフからのメッセージを受け取れるんだと、そこがね一番引っかかったんですよ。ハイヤーセルフっていうのはハイヤーなセルフ、まさに高次の自分です。高次元の自分、まあ何もね気づけていない、何も受け取れていない、何もキャッチしていない自分が、低次の自分って言っていいんですかね、今の自分ですよね。今の自分と高次の自分がいると。そして高次の自分、ハイヤーセルフからのメッセージを受け取りましょうねと、そういう話なんですね。これはホオポノポノに限らずスピリチュアル系では大体出てきます、このハイヤーセルフ。僕は正直未だにハイヤーセルフというものが一体何なのか全く分かんないですね。そうは言ってもね、僕は脳の使い方を土台から変えてね、思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それをやめることによって本当の自分を取り戻してね、より良い人生を生きていこう、そういう話をしているんですね。その僕からするとハイヤーセルフっていうのは本当の自分っていう風に僕はね解釈してます。これあくまでも僕ですけどね。例えばハイヤーセルフとここにいる自分があったとしたら、僕の場合は本当の自分と偽りの自分っていう風に捉えてるんですね。本当の自分と偽りの自分っていうのはもっとね別の言葉で分かりやすく言うと本音と建前です。本当と嘘みたい、素の自分と社交辞令とかね、お世辞とか嘘とか建前を言う自分、まあ、ジキルとハイドみたいなもんですね。
ですので僕はハイヤーセルフっていうのは本当の自分ということなんじゃないかなというふうに解釈しています。でこのハイヤーセルフをですね、人によっては宇宙とかね、潜在意識とか集合的無意識とか守護霊とか守護神とかオーラとか、なんかそういうふうに捉えている人もいるんじゃないかなと思います。いやいや、ちょっと待てと、ハイヤーセルフとオーラは全然違うんだとかね、なんでお前守護霊守護神とハイヤーセルフが一緒なんだとかね、いろいろ議論はあると思います、あると思うんですけれども、人によって信じてる神様は違うのと一緒で、僕はそういうもんだっていうふうに思っています。別にこれはハイヤーセルフがいい悪いとか守護霊守護神が正しいとかオーラが間違ってるとか、そういう話ではないです。ハイヤーセルフって何なのかな、僕にとっては、あ、本当の自分ということなのかな、で他の方にとっては集合的無意識っていうふうに捉えている人もいるのかな、まあ、そんな感じなんですね。なのでほおぽのぽのを信じてる信じてないとかね、オーラがあるないとか、ハイヤーセルフがうんうん、ちょっと一旦置いといて、あなたにとって信じてる何かこういうもの、潜在意識とか宇宙とか集合的無意識とか、何かメッセージを送ってくるものだと思ってもらえればいいです、ここでは。でこのハイヤーセルフって話戻すんですけれども、ほおぽのぽのにも出てきます。ハイヤーセルフと自分の間にはこうもやがかかってると、厚い雲のようなものがここに存在していて、ハイヤーセルフからのメッセージがね、受け取れないと遮断されていて、この雲によって、雲の上は常にね太陽が出ていて、まあ今日もね太陽出ていて、すがすがしい日の光がさんさんとね降り注いでいるんですけれども、雲の上はいつも日が照っているんだと。ところがハイヤーセルフと自分の間にはこの雲のような分厚い層があって、フィルターがかかっていて、こうダイレクトにハイヤーセルフからのメッセージが受け取れないと、受け取りにくくなっている、この雲の厚い層によってこう遮断されているようなイメージですよね。だからハイヤーセルフからのメッセージが受け取れないんだっていうようなことが書いてあって、まあ、スピリチュアルでもよく言われます。じゃあこの分厚い雲のようなね層とか霧のようにかかったもやって何なのかって話なんですよ。じゃあどうしたらその雲のようなね分厚い層や霧を取っ払って、ハイヤーセルフなりね宇宙なり、あるいは本当の自分からのメッセージをこうダイレクトにね受け取りやすくなるのかと、そこが大事なわけですよ。で僕はこの分厚いね雲のような層って何なのかっていうと、僕の解釈で言うと、思い込み信じ込み刷り込みによってできたフィルターなんじゃないかなと思ってるんですよ。バイアスですよね。バイアスってのは先入観、色眼鏡って言ってもいいです。そういうものがあるんじゃないかなと思ってます。そういうもののことを言ってるんじゃないかなと思ってるんですね。仮に生まれたばかりの赤ん坊が何の刷り込みもなくてね、まっさらな状態で出てきたとします。とは言ってもですよ、十月十日母親のお腹の中にいますよね、赤ん坊って。もうその時点で母親の内的会話を聞いてるんですね。内的会話っていうのは内側でぐるぐるしている声とか独り言とか、あるいは外側の声も聞いてます。なんだまた女の子かと、男の子が欲しかったのにとか、経済力がないんだからおろせおろせとか、もうそういうの全部聞いてるわけです。それから母親のストレスパターン、ストレスプログラムをそのまんまねインストールした状態で、要はプレインストールなんて言いますよね。パソコンで買った時にアプリケーション入ってるじゃないですか。事前にインストールされているプログラムってありますよね。あれと同じで、生まれてきた赤ん坊っていうのはすでにいろんなプログラムをインストールされた状態で出てくるんですね。なので正直生まれてからで遅すぎるんです。ですがここでは100歩譲って、生まれたばかりの赤ん坊は何の刷り込みもねないまんまフレッシュな状態で出てくると仮定します。年を取れば取るほど、例えばね僕みたいに40代とか、あるいは50代60代になればなるほど、知識情報体験って増えていきますよね。増えれば増えるほど思い込み信じ込み刷り込みって増えていくわけですよ。つまりこの思い込み信じ込み刷り込みの地層っていうんですかね、まあ、年輪みたいなものがどんどん分厚くなっていきます。それがね強化されていくんですね。こうあるべきだ、こうあってはならない、これを信念信条ビリーフって言ったりしますけれども、自分はこういう人間だ、これセルフイメージですよね。そういうものをどん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 ね強化していってしまうんですね。それがこのハイヤーセルフと今の自分の間に遮っている、いわゆる雲のような分厚い層なんじゃないかなっていうふうに僕は解釈してます。年を取れば取るほどこの層が分厚くなって硬くなっていく、要は思い込みが激しくなって硬くなりになっていくんですね。年取ると頑固になるというじゃないですか。もうそういうことなんですよ。逆にね丸くなる人もいますよ、まあ、いろんなことを経験してね、僕みたいにスコーンって落ちてパッカーンすると、逆に何でも素直に受け取れてね丸くなるとか、もしくはもう真逆で完全に諦めてる人いますよね。あ、もうどうせあとはもう死ぬだけなんだからいいよと、どうでもと、そういうふうに完全に諦めきってる人もいます。それ以外は大抵ねやっぱり思い込みが激しくなって固くなになって頑固になっていくんですね。もう凝り固まっちゃう。ですからこの雲のような分厚い層、ハイヤーセルフと自分との間にあってメッセージを遮断しているものっていうのは、思い込み信じ込み刷り込みによってできたバイアス、フィルター、色眼鏡なんじゃないかなっていうのが僕の解釈です。言い換えると、思い込み信じ込み刷り込みに気づいてそれをやめることによって色眼鏡を取ってね
バイアスを外していくことによって、このフィルター層がだん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 薄くなっていくんじゃないかなと思っています。そして本当の自分、ハイアーセルフからのメッセージが受け取りやすくなると、宇宙からのメッセージをね、こうキャッチしやすくなるっていうんですかね。逆にですよ、この思い込み、信じ込み、刷り込みによってできたバイアス、フィルターがこんなに分厚くて硬い状態のまま、ありがとうございますとかね、許してくださいとか、愛してますとか、やったって無駄ってことですよ。いくらブルーボトルに入れてね、水浄化して飲んだって何も変わんないわけですよね。まあ、別にこれがハイヤーセルフであろうと、潜在意識であろうとね、集合的無意識であろうと、守護霊様であろうと、守護神様であろうと、何でもいいと思ってます僕は。でもそれでうまくいきました？僕はよくね、こういうご相談を受けます。潜在意識の書き換えを10年以上やってきたのに全然良くならないですと、良くなるどころかどんどん悪化していますっていう方、ご相談本当に多いですね。中には30年以上潜在意識の書き換えをやってきたのにどんどん悪化していると、身体的な反応としてはもう病気のデパート、家庭は崩壊、経済的にも極めて困窮しているっていう女性もいました。でもちょっと考えてほしいんですよ。潜在意識の書き換えですよ。まあ、ちょっと今ね、ほおぽのぽのから外れてますけれども、ちょっとね脱線しますけれども、潜在意識の書き換えって聞いてどう思います？僕はね、この時点でおかしいと思ってるんですよ。だって潜在意識の書き換えですよ。潜在意識っていうのは潜在的な意識じゃないですか。書き換えってなんか表面的ですよね。そう思いません？そう簡単に書き換えられないからこそ、潜在意識なのにもかかわらず潜在意識の書き換えをちょこ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 やってる時点で、それ顕在的じゃないですかと思うわけですよ。表面的なプラス思考、雑草と一緒で根っこ、ここにアクセスしてないで表面的にちょこ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 買ってるだけ、上積みをすくってるだけなんですね。僕はこれ上積み思考って名付けて呼んでるんですけれども、本当にね、こう潜在意識の書き換えっていう方はね、上積みなんですよ。上積み思考の方が本当に多いですね。表面的にちょこちょこやっても根っこが残ってるとまた出てきますよね、雑草って。コップに例えると、ドロドロのコップの底、泥が溜まってる、ヘドロが溜まってるのに上積みだけすくっている、これ上積み思考なんですね。そうするとまた出てきて再発転移してリバウンドするわけですね。ハイヤーセルフ、潜在意識、宇宙、集合的無意識、脳科学、量子力学、それで良くなりました？病気治りました？お金の問題解決しました？人間関係良くなりました？そういった自己投資に今まで何年でいくら使いました？元取れてます？根本的に解決しました？むしろリバウンドして再発転移してません？もしそれで本当に根本的にね、根っこ土台からやり直して再発転移していないとしたら、今この動画ね、見ていないと思うんですよ。だってこの動画見る必要ないですから。多分解決しないでリバウンドしてね、再発転移して堂々巡りしてるんじゃないかなと思います。さかにゃさん、脳の使い方と脳科学と何が違うんですか？脳の使い方と潜在意識って何が違うんですか？脳の使い方と心理学と何が違うんですか？ハイヤーセルフと脳の使い方何が違うんですか？何だっていいんですよ。もうハイヤーセルフも本当の自分も宇宙も、もう何だっていいんですよ。解決すればちゃんと根底にある思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて根っこからやり直す、土台からやり直すんですよ。だいたい 2,3 ヶ月もして良くなっていないとしたら、そもそもアプローチの仕方が間違ってるんですね。方向性がずれてるんですよ。それにもかかわらずね、もう以前僕もそうでしたけど、もうなんか違う、なんか違う、おかしいなと、なんか全然良くならないなと、なんかむしろ悪化してるんじゃないかな、おかしいなおかしいなって言い続けながら何ヶ月も何年もやっちゃうわけですよね。一旦それ置いといて、特に楽して簡単にってのは一番良くないんですよ。潜在意識の書き換え、潜在的な意識であればそんなに簡単にアクセスできないのに、なんか簡単に上書きしたいかのようにね、なんかちょこ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 潜在意識の書き換え、全然それ潜在意識でも何でもないの、顕在意識ですから。表面的に上積みすくって、雑草を表面的にちょこ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 買って、良くなるわけないじゃないですか。これまで何年も何十年も今の自分やってるわけですよね。それだけフィルターが分厚くなってるわけですよね。もうこんなになってるわけですよ。もうこの地層のようなフィルター、思い込み、信じ込み、吸い込みによってできたフィルター、バイアス、これがもうこんなに分厚くなってるんですよ。硬くなって、こういうところを丁寧に丁寧に、どんな思い込みがあるのかな、どんな信じ込み、吸い込みがあるのかな、そこを丁寧に気づいてやめていくっていうことをやる必要があるわけですよ。今日のまとめです。ほおぽのぽのがインチキかどうか僕には正直分かりません。ただし、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してます、これつぶやいただけでは人生良くなりませんでした。そしてね、あのブルーボトル使っても良くならなかったです。それ以上に重要なのは、このハイヤーセルフ、本当の自分からのメッセージをどうやったらね、キャッチできるのか、ハイヤーセルフと自分との間に隔たって
っているこの分厚い雲のようなフィルター層は一体何なのか。僕はこれをね、思い込み、信じ込み、刷り込みによってできたフィルターであり、バイアスだと思ってるんですけれども、こういうところをね、少しずつ減らしていくっていうか、薄くしていく、思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それやめていけば、これだんだんなくなってきますから。色眼鏡をどんどん外して、バイアスをどんどん取って、そうすることによって本当の自分からのメッセージを受け取りやすくなるんですね。つまり本当の自分と偽りの自分のこう統合ですよね、統合、調和です。これが大事なんじゃないかなと僕は思っています。僕は個人的にスピリチュアルとかね、ヒーリングとか自己啓発とか、あるいはねパワーストーンとか、こういうのは一切否定していません。むしろ僕は好きな方なんですね。ホ・オポノポノもね、本当に大好きで、本がボロッボロになるぐらい愛読して持ち歩いて、自分なりにはね実践していました。ワークショップとかね行ってみたいなとか、公認のねインストラクターみたいな資格取りたいなとか思ってたんです。でも自分が良くなんなかったですから、お金出してね資格取ったところで人をよくできる自信なんかなかったわけですよ。なんか違う、なんか違うと。ハイヤーセルフってなんだと。このハイヤーセルフと自分の間に遮っている雲みたいなのなんだろうと、ずっとね不思議だったんですよ。で、納得がいかないままね、仮に講義を受けて資格取ったところでね、多分腑に落ちてなかったと思います。自分が腑に落ちて気づいて良くならないと、それ人に伝えられないですよね。やっぱり大事なのが、思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それを手放す、そして脳の使い方を土台から変える、根本的な部分からやり直すっていうことが僕は大事なんじゃないかなと思います。僕は生まれつきね、43年間何を食べてもダダ漏れで、何を飲んでもダダ漏れで、食事、睡眠、運動、呼吸法、瞑想法、ありとあらゆるものをやってもね、健康になるどころかどんどん悪化して、最後寝たきりになって水が飲めなくなりました。ビジネスも自己投資すればするほど借金が増えて、集客、マーケティング、ブランディング、仕組み化、やればやるほど悪化して、借金がどんどん膨らんで借金まみれになったんですね。心理学、心理術、コミュニケーション、リーダーシップ、マネジメント、やればやるほど人間関係こじれて、ビジネスパートナーと音信不通になり、お客様からクレームが増え、スタッフが全員いなくなり、最後は身内を絶縁していました。脳の使い方を変えて、思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それを手放し続けることによって、本当の自分と偽りの自分、統合ができるようになって、調和が取れるようになって、すべて問題がね解決していったんですね。ですから、これはホ・オポノポノがどうこうとかね、スピリチュアルがどうこうではなくて、おそらく言っていること、仕組みそのものは大体同じなんじゃないかなっていうのが僕の解釈なんですね。まあ人によっては違うと思いますよ。いやいやと、お前の話と一緒にすんなと、ハイヤーセルフとオーラ一緒にすんなよと、宇宙と守護神、守護霊一緒にすんなよと、ハイヤーセルフと集合的無意識全然違うんだと、いろいろあると思います。いや別に、あなたが信じているもので良くなれば全然いいと思います。でもそれでもし良くなっていないんだとしたら、むしろ悪化しているんだとしたら、一旦それ置いといて、今日この動画ね繰り返し繰り返し見て、腑に落ちるまでね視聴して、自分に問いかけて気づいていってもらいたいなと思います。今日の動画いかがでしたでしょうか。参考になったなと思ったら、ぜひねグッドボタンと、それからチャンネル登録までねお願いします。いやー、群馬中城気持ちがいいですよ、本当に。ちょっとね家族連れが減ったので、反対側ねちょっと映して全体もご紹介したいなと思っています。あ、なんか鳥がいます。気持ちいいなー。アヒルのねボート漕いでる人いますね。あのボートもねたまに来るんですよ。でね、ボートが通ると波がねこっちまで来て、またここにねザッパーンザッパーンと音がして、涼しそうなんですよね。こっち側でね、さっき子供たちが魚を取ったりね、ワンコと水遊びしてました。僕はね、もうちょっと涼んでから帰ろうかなと思っています。それから、この動画の備考欄にですね、僕の本が試し読みできるリンク貼っておきます。こういう本ね、出してます。脳の整え方をね、書いた本です。で、こちらはもうね、Amazon では完売してるので、Amazon では買えません。しかも Amazon で今買おうとすると、中古でね、かなり多分高額だと思います。4000円とか5000円とかします。そういった高額な中古に手出さなくて結構ですからね。試し読みをしてもらった後に、僕のね、公式サイトの方から正規の値段で買えますんで、くれぐれもね高額な中古に手出さないでくださいね。試し読みしてもらった後に正規の値段で新品でねもちろん買えますんで、そこはねくれぐれも注意してください。あとは脳の使い方、ブレインドリルというねリンクもこの動画の備考欄に貼っておきます。一緒に脳の使い方を変えて人生変えていきましょう。これでダメなら諦めろ。